マジでそうだよね。あ、もう少しです。あ、勝ち。放送直前特番、魔法使い黎明期のゲーム期。はい、皆さんこんばんは。テレビアニメ魔法使い黎明期整備部役、梅田慎一郎です。はい、はい、皆さん元気してますか？ロークリスタス役の岡崎美穂です。よろしくお願いします。ホルト役の鈴代さゆみです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、皆さん工藤役の八代拓です。よろしくお願いします。タイトルコールあったね。ありましたね。みんなで読みましたね、空気を。めちゃくちゃ良かったね。いいよ、いいしょ、カリングデータだったね。どう読むのが正解なんだこれ。でも相性バッチリやね。ぴったりぴったりいけるね。よかったー。これは終わってもいいくらいです。始まりますよ。これから始まりますからね。はい、この番組は間もなく放送配信がスタートするアニメ魔法使い黎明期のことを皆さんに知ってもらうために、我々メインキャスト4人でお届けしていく放送直前特番となっております。はい、始まりましたね。この4人で稼働なんかっていうの配信をするっていうのは初めて。そうだね、初めてですね。新鮮だよね。新鮮です。確かに並んでる。インでちょこんと座ってますね。ちょこんと。すごいね。アフレコではこの4人で、結構すごく安心感はあるんですけど。確かに。本当に？でも私は安心してますけど、梅安心してる。安心。いや、ちょっと初めての司会みたいな立ち位置で。あ、そう。そうか、そう、あんまりすることがなかった。いや、でも今日はもう周一郎が全部こう回してくれるって聞いてるから。周一郎。いや、この下の名前呼びね。八代さんかましてくるから。さ、リハの時にさらっとおっしゃって周一郎みたいな。いつ周一郎呼びなんか教えてくれないんですよ。現場でね、実はその話をして。あ、そうだったんですか。一番最初の、もう第一話の時、そうそうそう、その時に、なんかこう、なんて呼ばれてるの？へぇ、あ、じゃあ、下の名前あんまりないのか。うわ、うわ。じゃあ、下の名前で呼んでもいいかなって、なんか、もう俺ら付き合うのかなみたいな。でも、八代さんから言ってますよね、完全に。いや、でも僕もちゃんと、そう、なんていつも呼ばれてるのっていう風に。え、梅はなんて呼ぶの？僕、八代さんだから、今日、奥さんって呼べたらいい。うわ、ずっと待ってた。ちょっとこれ何を見せられてるの？私たちきついです。行こう行こう、もう行こう行こう。私たちもやる。やるぞ。ですね。はい、今日は改めてこの4人で、はい、作品のことをね、皆さん知ってもらうべく紹介していきますので、よろしくお願いします。お願いします。それでは始めていきましょう。アニメ放送直前特番、魔法使い黎明期の黎明期。最後までよろしくお願いします。南部ではまだ魔女狩りがあるって。南部に魔女の村を作ることにした。魔女を異質な存在じゃなく、ただの人間扱いする村。その場所で君は魔法使いとして役に立ってほしい。僕は学校に入学する前のことを覚えてないんだ。ルーデンスの魔女、魔女食いの杖じゃよ。魔法学校に来る子なんて大体みんな訳ありじゃない？なんで俺らと同じ特別実習生なんだよ。3年後、村にいる監督官が適性なしと判断したら、僕らは記憶を消される。そしたら僕は空っぽだ。一人きり歩いてた、あの日の記憶を探して、今はただ感じている。これは魔女狩りじゃ。教会が魔女狩りのために集めた
元死刑囚の戦闘集団。魔女と教会の和平なんぞありゃ死ねえってな。引け、殺したがりの狂犬が。助けに行きます、絶対に。教魔兵団に入るなら魔法使いになる以外にねえんだよ。私、悪魔の子って呼ばれててね。勇猛果敢な兵となるか、逃げ惑う民となるか。行かせねえぞ、絶対に。青春じゃの。僕は死ぬのは怖くない。ではここから早速ですが、魔法使い黎明期についてご紹介していきまーすよー。はい、魔法使い黎明期は小走りかける先生の小説が原作の異世界本格ファンタジーです。原作イラストは岩崎隆先生、コミカライズは達夫先生が担当しています。コミックス第5巻がテレビアニメ放送開始日と同じ4月7日にそれぞれ発売されます。はい、ということで、まあ、アニメがスタートするわけなんですけど、こちらにね、あの先生方に書いていただいた色紙があるんですよ。すごいですよ、本当に。ありがとうございます、先生。ありがとうございます。しっかり見ていただきたいですけど、岩崎先生と達夫先生か、うん、そうですね。それぞれやっぱもう全然絵もなんて表現したらいいんですか、かっこよさの世界がまた違う、うん、ね、同じ黎明期だけどまた違った黎明期で、ね、確かにかっこいいです、ね、やっぱいよいよ始まるんだなっていうワクワク感がね、本当に、うん、ね、直前ですからね、アニメかって書いてある、本当に嬉しいな、嬉しいですよ、はい、はい、ということで、はい、そして、まあ、作品の、ね、イントロダクションもここでご紹介していきたいと思います、はい、まあね、ここはせっかくなので梅田くんにお願いしたいと思います。はい、読ませていただきます、うん、僕は思い出せずに自分が一体何なのか。おー、セイビルだ。急なセイビルスイッチが入った。魔法学校の生徒セイビルは入学以前の記憶がない、うん、自分がなぜここにいるかもわからないまま過ごす学校生活はどこか空虚で、努力の方法もわからないまま成績は常に最下位だ。しんどい。そんなセイビルに魔法学校の校長、学長、アルバスは突如危険な特別実習を言い渡す、うん、魔女狩りのある地域で魔法の有用性を広めてほしい、うん、魔女と教会の戦争が終結して数年、世界はまだ魔女と魔法を完全に受け入れてはいなかった。時は魔法使い黎明期。これは何者でもない少年が心に傷を隠した仲間たちと自分を見つける物語という作品になっております。さすが。ということで、これがイントロダクション。いや、もうめちゃくちゃイントロダクション。いや、もうめちゃくちゃイントロダクション。始まった、初めて言われたっていう感じになっております。ね、あのもうすごく作品の雰囲気を感じ取れるイントロダクション、ね、あのこれ ずっとありますもんね、ある最初から、うん、そうだね、最初の一部はやっぱ印象深いですね。印象深いですね、これから始まるし、うん、もちろんね、あのオーディションの時にセイビルのこのセリフが一番最初に書いた、うん、あ、そうだったんだ。これを読んでセイビルを書けた思い出もある。そうか、そうなんですよ。だからこの思い出せずにいるっていう一文は、うん、あのセイビル初めて僕が触れた時のセリフだったりもして、うんうんうん、結構思い入れのあるセリフだったりします。そうそう、なんかエモいね、それを直前特番でね、受けた時はどうだった？受けた時はもう、あのまずオーディション資料に難しいキャラクターですって書いてある。すごい。え、そうなんだ。あのなんか手書きでメモなのかわからないですけど書いてあって、もう僕もその資料、まあ、漫画を読んだり、あの自分の中でこう深掘りしたりして難しいそうだなと思ってたんですけど、いざそのオーディション原稿をいただいたときに難しいキャラですって書いてあって、その通りですよねって。確かにね、向こう側の方となんかちょっと会話をして気分ありそうだね。確かにね、挑戦状みたいな感じだよね。本当にそのセイビルの、まあ、あのこう感情がうまく出せないだけで感情はあるキャラクターなので、まあ、なんかその 思うんだけど出せない感じとか、まあ、いざ出る時のセイビルなりの絞り出し方、うん、まあ、そういうのを表現するこう原稿にはなってたので、うん、そこを自分なりにチャレンジしてトラ
そんなこと書いてた。いや、そう、そういうことが書いてあったんですよね。他に、じゃあ、あの、オーディション時？なんだろう、のじゃろりだーって思った。ポップそうそう、感想がポップ、感想がポップですか。そう、でも楽しかったんですけど、うん、やっぱその声色は結構可愛く作って受けたんですけど、そのやっぱ中身は成熟してるので、うん、そのなんか、なんて言うんだろう、器の広さみたいなところと、まだ奔放さがある、そのなんか塩梅だったり振り幅、どこまで振っていいのかみたいなのが、これで良かったのかなって思ってたんですけど、ここにいるってことはこれで良かった。そこれで合ってた、合ってたということなので、 ありがたいなって思うんですけど、じゃあ最後はこれ。私みんなこんな風に言ってる中、本当にあれなんですけど、最初見た時に一番にインパクトで思っちゃったのは、うん、思っちゃったって思ったのは、うん、何がとは言わないんですけど、あ、でかいね。マジでそうだよね。いや、もう言ってんのじゃん、もう感じするかな。そう、感じるかな、大きいかなって。もちろんすごい、すごいなと思って、うん、でもなんかすごい見た目もすごい活発な感じで、あ、明るくて、あ、なんかね、可愛らしいなって思ってたんですけど、いや、違う、ちゃんとね、原作を読ませていただきまして、うん、あの明るさにはちゃんと意味があるというか、あ、そうだね、なんかやっぱ進んでいくごとに、どんどんこう彼女の人間らしい部分がたくさん見えてきて、とってもなんか、あ、分かるなって思う部分もたくさんありましたし、なのでなんか演じていて、そこの何ですかね、一個殻が抜ける前のやつと、殻を破る、破った後の感じとかがすごい私は楽しいなと思いながら、オーディションにあ、もうダメだ、最初のインパクトはちょっと大きかった。思ったよね、思ったと思うんですよね。いや、思ったね。まあまあ、多分触れた全員が思うんじゃないですか。そうですね、それは、うん、いや、チャームポイント、うん、そうですね、個性の一つで、イキリトカゲさん。おい、キンクだぞ。あれあれがイキリトカゲじゃん。あ、これ聞きたかったんすよ。あんまり見てる人もピンときてないから。なぜ放送直前に。まあでも本当に、あの、オーディションの資料見たときは、はぁ、トカゲだな。それは、まあ、見た目から入りますけど、やっぱり。まあ、そうですね。この後、まあ、もちろん、あの、詳しいキャラクターとかね、あの、はい、そうなんです、紹介させていただく時間ありますんで、はい、ちょうど言いますけど、うん、あとやっぱりこの作品のその世界観というか、うん、そのゼロから始める魔法のショーっていう、まあ、世界観が、まあ、あの、厳密に言うとね、全然新しい世界ではあるんですけど、うん、っていうなんかこうつながりとかもあったりして、すごく面白いな、キャラクターも世界観も面白いな、時代背景も面白いなって思いながら読んでた記憶はありますね。そうですね、いろんなやっぱり掘り下げ方があるんですけど、うん、まあそんな気になる今日のね、4人のメンバーがそれぞれ演じているキャラクターについても、ご紹介していきたいと思いますが、はい、まずは梅田くんが演じるセービルから紹介をしていただきますよ。はい、出たりするのも出ないのか、出てるかもしれません。出てます。ということでですね、あの、僕が演じるセービルなんですけれども、まあ、こちらにも、ね、手元にも資料がありまして、まあ、入学以前記憶を失っていて、そのせいで魔法以外に自分の存在価値を見出せていないというキャラクターになっているんですけれども、まあ、その記憶を失っているせいで感情もうまく出せなくて、まあ、人と接する時もどのように伝えたらいいのかとか、あの、どういうふうに言ったら人は怒ったり傷ついたり喜んだりするのかっていうのもわからない、そういう、まあ、不器用なキャラクターになっているんですけれども、まあ、その反面思ったことを正直に言ってしまうので、それがすごく、まあ、あの、天然というか、あの、ツッコミとして面白くなったり、特にあの工藤との掛け合いの時とかに面白いすれ違いがあったりとか、まあ、そういうふうに、まあ、天然な部分、愛おしい部分を垣間見えるキャラクターになっております。はい、ね、あの、まあ、学年再開ということで、その特別実習、その退学を免れるために、うん、特別実習に送られるんですけど、うん、まあ、その過程で、あの、先生はじめみんなとそれや触れ合って、うん、いろいろ成長していくっていうキャラクターになっております。いや、なんかさっきオーディションの話があったじゃないですか、うん、で、その梅の、その演じてる時の難しさみたいなことありましたけど、うん、やっぱ私たちから見ても、うん、セブ君って本当特殊なキャラですよね、うん、難しい、なんかその記憶がなくて、で、要は全部が新鮮にね、多分感じられるけど、うん、セービルってそれに対して「うわ、なんだこれ！」とか「そうなんだ、ね、こんなの見たことない！」だったら簡単なんだけど、そうじゃないのが難しいんだよね。本当に
台本にびっくりマークって書いててもわっってできないそうって難しい難しい本当に難しいキャラクターだなって思います知りすぼみにならないでよさあ比較的このあのセーブ以外の3人はさそうなんですよちょっとやかましいじゃない？そうですね。台本もいやいやいや。元気じゃん。いやいやいや。なんかやっててまなんかやりたくなんない？やりたくなるんですよ。みんながそうすごくやりたくなる。イケイケセブ君。イケイケセブ君。イケイケセブ君。あの原作からこう好きで いてくださってる方からしたらイケイケセブ君って想像できないと思う。でも本当にだからその熱くこう苦労がぶつかってきたりとか、うん、そういうところも同じ熱量で変え、うんせないというか、返す人じゃないでも返す人じゃないというか返す人じゃない、うん、だからセービルは思うことはあっても普通の人があの返す整理が起こらないというか、うん、いいんだろう、てめえこにやろうじゃなくて僕はこう思うんだろう確かにスッと思ったことを言うからそうだ、ね、相手が思いっきり来てもその同じ熱で返すキャラクターじゃない確かにそれで傷ついてるのがホルトそう。そう。それで見つけちゃったり、それでロス先生に教わったりとか。そうだね。そうじゃぞ。なんかすごいアニメとかでなんか成長していく部分とか一番大きいキャラクターだなって思いますね。先輩の目が離せない主人公。そうですね。そうですね。はい。では続いてですね、岡崎さんから、はい、ロス先生、ロークリスタスの説明を。はい、ロスはですね、何百年という時を生き、黎明の異名を持つ魔女です。強いぞ。はい、伝わったものの魔力を吸う悪魔、ね、これ、ルーデンスの魔杖に自身のこれって今出てるんですかないですけど、あの私が手に持っているんだ、これ、ルーデンスちゃんです。ルーデンスの魔杖に、私の自身の魔力を全ても私、契約をしているという、ちょっとね、特殊なあの魔法の使い手というか、まあ、魔女になっておりますけれども、うん、そのため魔女を介して強大な力を振るうことはできるがそう、一人では魔法を使うことができないんですね、うん、ルーデンス様々ということで、教師ではなかったんですけれどもある目的を果たすために特別実習に向かうセーベルたちの引率の先生を引き受けます、うん、はい、なのでもともとこの3人に出会うはずではなかったんですけどちょっとロスの胸に秘めていることがありまして3人を引率する先生という役目を担っていくってわけなんですけど、うん、演じてみての印象などって書いてるのでいやでもそれ結構聞きたい実際、うん、本当ですか？そのそれぞれなんかこの4人はキャラクターとしてアンバランスさがあって、うん、ロス先生はやっぱその見た目もちょっとなんか幼げな見た目してるし喋、はい、り方もなんだろうなポップじゃないちょっと半笑いでポップじゃないなって何て言ったらいいんだろうなと思ってでも、うんまあ、黎明の異名を持つだけだったんですよ、うん、知識があったりとか経験があるみたいな、うん、演じてて難しいだろうなっていうのそれも思ったりしてそうですねその先生モードに入るときにやっぱ威厳を持ってるので、うん、普段こう割とその見た目通りにちょっと赤ちゃんっぽいというかダダこねたりするシーンもあって、ね、奔放だけどやっぱ特にセブ君にあれじゃそこれじゃそうっていうときはやっぱその何百年も生きているその経験値みたいなせなきゃいけないけど私は実際23なのでなんかそこのギャップを埋める想像するっていう時間はやっぱり毎回毎回すごく自分の中で積み上げているなっていう感覚はありますし例えば自分の声がうるさいから何言ってるか分かんない反響しすぎてギャギャギャって言ってて結局何言いたかったんだっけって思ってなんかそういう時は何が一番殺す的には大事なのか感情としてっていうのを整理しなきゃなっていうふうには結構学んでるんですけど、どうですかロスの印象みたいな。でも同じね女性キャラとか、はい、オルトから見てるんですよ。あ確かに。あでもなんか結構やっぱあのミホも言ってたけど、うん、確かにあのワイワイ、うん、賑やかなキャラクターではあるけれど、やっぱロス先生がいないとなんかやっぱちょっと寂しいっていうか。めちゃくちゃわかる。やっぱそういうなんか。ただ、なんだし、うるさいだけじゃないというか、みんなのこともちゃんと見てるし、うん、その上で、なんか気を配った上で、多分あんまりワイワイちょっとしない方がいいなっていう時はワイワイしてないと思うんですよ。そうなんですよ。おっといやね、やっぱ我の教え子たちは、みんな分かっておるのじゃなということで、あと、ジャッコ、ノジャッコ、めちゃめちゃ合うよね、でもね。そうですね。ちょっと
とあれなんですけど、私岡山県出身で、方言がちょっと広島県とかと似てて、何々じゃなぁとかなので、この現場、あの魔法使い黎明期の現場、めちゃめちゃ方言炸裂してる気がします。ハマりがいいもんね、なんかハマりがいいすごく聞いてて、なんかだってじゃって、まあ、違和感を感じるはずじゃん、普通に。そうですね、全然感じない。千日を入れ込む術はやっぱ岡山のね、心を持ってるんで、ありがとうございます。まあそんなロスがね、まあ、ちょっと先生としてどういう風にね生きていくのかっていうのも注目ください。はい、じゃあ続いてね、セイヨが演じるホルトの説明をお願いします。はい、私が演じさせていただきますホルトちゃんですけれども、セイビルと同じくウェニア総王国王立魔法学校に通う生徒でございます。成績優秀でいつも笑顔を絶やさない優等生ですが、意外と人の好き嫌いははっきりしているタイプと、ね、成績不良で社交的とは言えないセービルにも好意的に接しておりまして、今すごい字がね並んでいる、ね、だいぶね、魔法の知識が豊富なロークリスタスにも懐いている、マロス先生にも、ね、懐いていて、ここに一切工藤との会話が書いてない。本当だよ、好き嫌い一切触れてないじゃん確かに眼中に優しすぎない、触れてないですね、一緒の仲間だよね、うん、まあでも確かにホルトにとってはやっぱりね、セービルとロス先生はでかいもんね、存在としては。でかいけど、まあでも進めば進むほど、私はすごい工藤とホルトの関係すごく好き、まあ、確かに確かに可愛い、なんか見てて確かにね、本当に今お話しさせていただいた通り、なんか本当にずっと笑顔で、結構アフレコージとかも音響監督さんからもうちょっと明るく、なんかちょっとオーバーに明るくやっちゃってもいいというか、なんかそれがまあ自分を守るためにも明るく努めてるじゃないですけど、まあそういうところがなんか当たり前になっちゃってるみたいな段階が結構最初はあるので、でもその後の意外と人の好き嫌いがはっきりしてるっていうのはホルトの本質的な部分がそうなのかなっていう、結構だから殻を破ってくると、言うことちゃんと言ってくる。そうなんだよね、めっちゃ楽しいよねホルトなんか私的に結構はっきり思ってることを言うタイプの子になっていくとは思うんですけど、そこになんか嫌味がないというか、なんか嫌だなって思う感じがないのがすごいなんかホルトちゃんの素敵なところだなと思っていて、なんか聞いてて、いや、なんか嫌だなって思わないような言い方をしたいなと思って、だけども、なんか旅が進んでいくにつれて、ホルトがなんか最初はこういい子にしなきゃみたいな、その心の中にあったものがその殻が破れてきて、だんだんホルトがこうなんだろう、天真爛漫というか、そうね、なんかこう女の子らしく、もう等身大の女の子らしくはしゃいでる姿がすごく可愛いな、本当の意味でちゃんと天真爛漫になってるっていうのが、まあ、放送を見ていただけるとそれが大事だと思うんですけど、ね、どんどんね、しかもさ、今日さゆがさつけてる帽子がさ、ホルトと写真クロスしててさ、めっちゃいいなと思ってね、チャームポイントですからね、帽子にもね、意味があったりするのか、しないのかうわこれのままでしょ、おしゃれですよね、ね、おしゃれですよねあるだろ、この感じで2点をね、やらせていただきましたけど、じゃあ、では最後に八代さんから息、はい、悪道についてのちょっと、うわ、一番今のこと上手だった、何かな、息に続く言葉はまさか生きりトカゲじゃないだろうな、勢いのある駆動という意味で、あ、よかったね、はい、じゃあ僕の方から駆動について説明させていただきます、ね、生きりトカゲです、あれ書いてないです、はい、どうですか、ベニエス王国、王立魔法学校に通う生徒の一人で、まあ、特別実習の参加者の一人でございます、そして獣落ちってね、呼ばれる動物の特徴を持って生まれた存在であり、トカゲと人間の中間のような姿をしております、で、まあ、粗暴で皮肉屋な言動が目立つんですけれども正義感が強く律儀な性格となります、また僕ここ好きなんですけど、感情によって、体の色が変化するためですね、嘘がつけない、かわいいっていうか、嘘がつけないっていうか、嘘をついてもバレちゃうっていう、そう、確かに、なんですけど、まあ、彼はすごく、なんでしょうね、彼のルーツというか過去にいろいろあったがゆえに、すごくこう、車に構えちゃったりとか、
物事を斜めに捉えちゃうんですけど、でも救いというかその中で救いがあったがためにちゃんと信念だけは失わずにいられたおかげで、すごくまあそうやって生きにくいというか素直になれない部分がたくさんあるんですけど、でも実はすごく情に熱かったりとか、ただそれをすごい情に熱くていいこと考えてるんだけど、それをこう素直に言語化して相手に伝えるのがものすごく苦手なので、そこがもどかしくて、で嘘ついたってバレちゃうし行き場のない、もうだから究極のツンデレですから、ね、いや本当に愛されキャラですね、愛されキャラ。でもそれはそれで多分彼自身は納得しないと思います。確かにプライドはちゃんと、なんじゃねえよ、そうそう、うん、誰がツンデレだよって、でまた生きって、生きってね、生きりトカゲっていう気に入ってるじゃないですかでも本当にまああのこうやってネタにしてますけど、この、うん、まあ、人間とトカゲの中間にいるっていう背景も、うん、ものすごくこの魔法使い黎明期の世界の背景にも通ずる部分ありますし、すごく大事な存在だというふうに思います。ただのなんかこういう、なんだろう、見た目してて、あの色物キャラとかではなく、違います、ちゃんとした、うん、背景を持ったキャラクターだなというふうに見ていただけたら嬉しいかなというふうに思います。よろしくお願いします、はい、いとことかに欲しいな、いとこなんでちょっと置いたのもうちょっと近くでも、お兄ちゃん、かわいい、かわいい、お兄ちゃんとか、ちょっと置いて、たまにあってよしよしってしたい感じの、よしよし、はい、ということでね、はい、私たちが演じるキャラクターについてご説明をしていきましたが、他にもこんなキャラクターがいます、ドドーン、はい、ということで、うん、まずは泥闇の魔女、記憶を失ったセービルがわずかに思い出すことができる光景の中に登場する正体不明の魔女、ミステリアスですね。どこか浮世離れした雰囲気を持ち、セービルの過去についても知っているということで、ちょっと PV とかでもね、怪しげな表情を見せていたりとか、皆さんも気になる存在なのじゃないのかなと思うんですけれども、どんどんいきます、はい、続いてアルバス、はい、セービルたちが通うウェニアス王国王立魔法学校の学長を務める魔女です、うん、読みつきの異名を持つ偉大な魔女の孫娘であり、その異名と才能を引き継ぐ実力者、学校の生徒たちは彼女と契約をしており、アルバスの許可なく魔術を使うことはできません。あ、はい、大事な生徒の成長を促すためにも時には危険な試練を与えることも、ということで、はい、まあ、こんなアルバスさんでございますけれども、うん、続いてフォルデモさんですね、うん、アルバスに使える狼の獣落ちです、わがままで気ままなロークリスタスや無茶な要求をしてくるアルバスに挟まれ、よく厄介事を押し付けられている苦労人しかし、そう、本当そうですよ、本人も迂闊な発言で周囲から白い目で見られることも、ということで、まあ、ちょっとなんか中間管理職的な立ち位置でなんだかかわいそうな感じですけれども、フォルデムと工藤がなんか一緒に喋ったらすごい盛り上がりそうな、確かに、なんかね、なんかね、そういうのはね、ちょっとしたストーリーとして語ってる、うん、もしかしたら場面がこれからあるかもしれないので、そうですね、ぜひ楽しみにしてください、それは、ね、ちょっと関係性というか、やっぱ知ってはいるみたいです、工藤、うん、このホルデムのことはやっぱりあるんですね、うん、あるみたいですよ、はい、ということで、まあね、さっと紹介させてはいただいたんですけれども、うん、本当にね、気になるキャラクターがいっぱいで、はい、他にもね、紹介しきれてない魅力的なキャラクターがいっぱいいるので、うん、ぜひぜひキャラクターにもご注目ください、はい、はい、まあね、そんなたくさんのキャラクターたちが登場し、物語が進んでいきます、もう、魔法使い黎明期はすごい急にロッカーに乗ったっていう、いえ、魔法使い黎明期は間もなく放送開始となります、はい、ここで放送情報をおさらいしていきましょう、はい、テレビアニメ魔法使い黎明期はTBS では4月7日木曜日深夜1時58分から、うん、そして BS11 では4月10日日曜日深夜0時からそれぞれスタートいたします、うん、そして続いて配信情報です。 D アニメストアにて4月7日26時30分から配信開始となります、うん、4月10日の26時30分からはアベマ、アマゾンプライムビデオほか各種サービスにて順次配信開始となります、うん、ぜひアニメで、そしてね、まあ、配信でも魔法使い黎明期をお楽しみください。お願いします。ということで、以上魔法使い黎明期からのお知らせでした。では続いてはこんな特別コーナーをお届けします。梅田以外は思い出せずにいる彼が一体何なのか誰ですか今の生態は誰ですか今のは一体あのセービルトカゲバージョン混ざりすぎだ
仲間いっぱいじゃないです。待って待って、梅田以外はどういうコーナーですか？これ何のコーナーですか？こちらですね、セイビルには魔法学校入学以前の記憶がない状態なのですが、はい、それにちなみまして、このコーナーではセイビルを演じる梅田くんが記憶を失い、人ではない何かに変身してしまいます。人ではない何か。そんな梅田くんが何になってしまったのか、僕ら3人から3つの質問、まあ要は1人1つずつって感じかな。あ、でも相談しつつ、当てられるかというチャレンジをしていきたいと思います。めっちゃむずくないですか？めっちゃむずいですね。これではあの物落ちってやつですね。梅田くんが今から物落ちします。生き物落ちじゃなく、そう、ああ何かこう生き物でないもの、ね、してるじゃん。あ、もう今記憶ないですねこれね。あ、もうないんだ。え、嘘。あ、来た。え、梅くん。梅。あ、梅。あ、どんな、あの、お名前なんですか？違う、名前なんですか、もうね。名前がわからないです。あ、もう完全に、完全に記憶にもう、はい、行きましたんで。始まっちゃってます。はい、じゃあ早速スタートしていきたいと思います。はい。まあ僕らが相談してっていう形なんですけれども。はい。あ、そっか。あの、お題はもう見てますか？お題、あ、これですか？まだ見てないのに、ちょっと記憶、ちょっと物落ちするの早すぎてちょっとやりにくいんですけど。それはいはい、なるほど。すごい一瞬で戻ってきて、そしてまた忘れるのね。梅田くんの演技力と我々の質問力が試されますからね。いや、これはやっていきたい、成功していきたい。はい、それではいきましょう。梅田以外は思い出せずにいる、彼が一体何なのか。よし。いや、でもジャンルとか、あと語尾とか喋り方とかは OK みたいですよ。とりあえずじゃあ今なんか軽く30秒ぐらいで質問じゃなくて、それになりきってこれ質問じゃない。あ、じゃあなりきってから、今梅田だね。もう君はその紙に書かれてあるものに、なりきって語尾とかは変えてもいいし、ジャンルは言ってもいい。わかりました。ジャンルは機械家電です。あ、じゃあ家にあるか。じゃあもうなりきってもらいましょうか。はい、ね、いきます。はい、あ、どうも。最近あれですね、暖かくなってきましたね。あー、暖かくなってきたので、なんかあまり僕のことを意識してくれない。あ、え、これもう白さナイス。あ、でもあれ、質問は一人でも質問、え、これ質問になりました。質問しちゃった、しちゃったのか。あ、もうヤシロさん終わった。すげえくだらない質問しちゃった俺。最近暖かくなってきましたね。今の質問になるのか。なるほど。あ、でもめっちゃいい質問でしたよね。でもなんかめっちゃよかった。じゃあちょっと相談して。じゃあ残り2つだよ。暖かくなってきて使われないってことは、つまりどういうこと？寒い時に使われるってこと？そういうことになるかな。ってことは、いろいろあるんじゃない。あ、じゃあ、まあ、いける。あ、ちょっとしょうもない質問なんですけど。いよいよ。何何かさん、何かさん、おばあちゃんとかが夜間を置くことはありますか？僕の上で、はい、夜間さんですか？夜間さんないです。ないの？違うじゃん。じゃあなんだと思った？ストーブみたいな。ストーブみたいな。おばあちゃん上に向かないや。家電か。家電って電気通ってるの？まあ一応電化製品ではあるけど。ちょっと待って、あとミホにかかる。え、ちょ、やめてよ。ねえ、すごいくだらなかったじゃん、今の。もう言っちゃうけど。ここはでも、控えめなので。控えめですよね。控えめじゃなくなる時もあるかもしれない。じゃあ、割と調節ができるんだ。二面性怖い。二面性見せてもらっていいですか？質問じゃないんで。二面性ですか？なんか、ちょっと頑張ってる時、どんな感じなのかなみたいな。じゃあ、いつもはご主人が僕を使ってくれるときの、うん、あ、出番ですね。あ、今日それぐらいなんですね。わかりました。今の何？ちょっと待っててください。はい、あ、もう少しです。あ、カチッできましたよ。あ、できましたよ。あー、なんか作ってるな。え、できましたって言ったもん。できましたね。いや、要はでも部屋の温度を、はい、こんな感じですね、変えていくとかではなく、はい、え、でも暖かくなったら僕は使われないって言ってましたよ。あ、
あ、いつもは人によるかも。これはもう、あ、でもちくちゃん頼むわ。ちょっとなんかやって言ってみてよ。待ってよ、待って。じゃあ最後の質問を、ちょっとあれじゃない、ちょっと漠然としたことじゃない、漠然とか。どんな時に幸せを感じますかとさ言わせてくっ。そうなんかそういう感じです。上優しいから。君はいい子だね。君はとこからね、本当にいい子だから、私にいろんなことを喋るよね。そうだな、君はご主人がどんな風な反応をしてくれた時に嬉しくなる？まあいいね。僕が一緒に、僕が役目を果たして、いつでもすぐに美味しそうに食べて、乾燥したものを美味しそうに、乾燥したもの、僕を美味しそうなものに注いでくれる時ですか。注ぐ。さあ終了、終わり終わり、終了。じゃあもうシンキングしなきゃ。いや、これ何、わかんない。まあ、でも絶対食べ物系のものであることは確かですよね。しかも、ね、カチッって音は何の音か聞こえる。あだから湯沸かし器、湯沸かし器、それだよ。式結構怖かったもん。だってなんか沸騰してたんだよあれ。決まってたよね。来た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 。大丈夫ですか。思い出させてあげよう。よし、確かに思い出させてあげよう、うん、じゃああなたの正体は何々ですっていきますね。はい、決まりました。梅田さんの正体はせーの、湯沸かし器です。はい、僕の名前は電気ケトルです。おー、出ました。2人すげー、よく出たね。すごい、すごい、ファインプレー。すごい、すごい。商品名いっちゃいましたけど、私びっくりした。いやー、素晴らしい商品だから最初たくさんのそのあったかい時にって答えちゃったから、やべ、ちょっとよく分かりにくくなっちゃったかなと思って。いや、逆に俺はまあ何気なく言ったつもりだったんだけど、使っちゃったのマジで。結構厳しめ判定だった。確かに。ヤシロさん、何だったと思いますか。なんか最初はなんかトースターかなとか、電子レンジかなとか。最初はなんかホットサンドメーカーみたいなとかね、なんかだから。マジか、当たれるもんなんですね。3問で。びっくりした。なんかそういうナイス。一番しょうもない質問しちゃったけど当てる。いやもう最後が良かったし、演技力もね、さすがのケトルだったでした。やっぱ上手かった。確かにね、初めてケトルをやりましたって分かりやすくて。そりゃそうだ。すいません、せっかくなんでですね、次の問題もあるんですけど、どうですか、岡崎さん。やってみますか。ね、すごいさっきからやりたいなみたいな顔されてるから。やしろさんには私をどう見えてる。よろしいですか。チャレンジしていただいてもよろしいですか。拒否権なさそうなんでやります。お願いします。はい。ということで、はい、まあね、梅田君のコーナーなんですけどね。タイトル関しても。タイトルどうなるんですか。タイトルが。だからまあ梅田のところの岡崎に。岡崎以外は単純にね。はい、ということで、じゃあ、まあ早速岡崎さんのお題の方を確認していただきます。わかりました。はい、どれが上手だったかな、ね、なるほど。あ、得意分野かも。お、得意分野、まさかの、まさか分野によっての得て増えてがある。こんな得意とかあるんですね。初めて聞きました。いや、私電気ケトルより、いける、いける、わかりました。はい、自信がありそうですね。あ、じゃあジャンルだけ先言っていいみたいなんで、言っときますね。あ、じゃあ先言っとくかな。はい、ジャンルは植物です。じゃあぜひ皆さんも一緒に考えて。じゃあ、物落ち。物落ちお願いします。うん、自らどんどんやりますね。好きじゃん。絶対このコーナー好きじゃん。それでは早速やってみましょう。岡崎以外は思い出せずにいる彼女が一体何なのか。やりきっちゃって、なりきっちゃって。これ、どうですか、僕から提案なんですけど、このまま泳がせるか。いやー、このコーナーもう終わり、最後まで。確かに、やってる。実はそのうち分かりそうじゃない。ずっとやっててもらうって手もあり。しょろろ。しょろろ。しょろろっていう。かわいそうだから、さすがに質問しようか。質問しますか。何みたいに。どうしよう、さん。どういう植物なんですか。さっきのジャンプで植物だったのに。最初は結構広いところから行くのが意外と。
確かに。いいね。でも植物で使用必要ってなんですか。あ、じゃあ一個聞いてみるか。あ、お願い、お願い。なんですか。わ、なんか喋りにくい。その植物さん、はい、あなたは、はい、あの花びらの数は多いですか。私はとてもエレガントでキュートなので、とてもとてもわーっとなりますね。多いですか。まさかの。ないのかな、花びらが。花びら、ああ、たくさんです。いや、それは本当に。多分、多分だけど、何枚みたいな自覚は多分ないのかもしれない。あ、なるほど、なるほど。いっぱいいっぱい、ふわふわです。どうも。あと多分、性格は天然ですね。そうですね、これは。どうしよう。難しいな。でも、だから、その、咲いてる。広がってるんだろうね。そうわーです。ねえ、ロマンいいとかそういうことではないんだよね。あ、なんか分かったかも。え、早いですね。すごい会話入ってきてくれる。色聞くのとか大事。あ、いいんじゃない、色いいんじゃない。色に自信があるのである。植物さん、はい、自分の色はどんな色だと思いますか。見れば分かるっしょ。あ、一応見れば、ほらほら、あ、今塩、ほら塩みたいな。見れば分かった。あ、違うかもしれない。なんて言いました。今先生、あ、これ地合い風があの白と、めっちゃいけない色が。白と、はい、よく見てください。ピンク、あ、ピンクの色です。いい色してますね。そんな怒られる。あ、そんなでもね、そのホワイト、ホワイトの部分もあるかもしれませんが、あの基本はこの私を見ていただければ。ピンクだわ。私てっきりタンポポかなと思ったんですよ。あー、ナンセンスですね。ナンセンスですね。怒られちゃった。まさかの怒られた。いや、でも綿毛かと思う。ね、怖い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 。こういう動きでも分かってほしいですね。分かったかも。じゃあ、たくさん今の季節、季節聞く。わ、じゃあちょっとあの本当に役に立たなかったらごめんね。そもそも植物詳しくないからさ。私ももう役に立たない。なんですか。すみません、あの今日もお綺麗ですね。今日もね。いつも言われます。あ、ですよね。ちょっと褒めてきた。なんかあなたのような方だと、はい、その我々なんですかね、人間みたいなものにも、はい、こう使われたりとか、いろんな場面で使われたり、なんかこう、はい、見られたりとか。見られたり、はい。することもあるんじゃないかななんて思うんですけれども。はい、どういった場面で結構、あ、私輝いてるなみたいなことありますかね。そのそうですね、まあ、あの今やっぱ一番輝いてるかなって思うんですけど。今ですか。思うんですけど、みんな今が終わると私のこと忘れちゃう。やばいね、どこが忘れちゃうのかなって。お酒好きですか。お酒大好きです。なるほどね。みんなお酒大好きだよね。あ、でもこれ多分来ましたね。間違いない。今の収録時の段階での季節といえば、うん、そういうことかな。でこの色だと、じゃあもうあの合わせずにいっちゃおうか。ちょっと合っているでしょう。行きましょう。はい、それでは、はい、せーのでいきたいと思います、はい、決まりました。岡崎さんの正体はせーの、桜です。桜です。すごい。だから花びらと言ってもだもんね。そう、もうパパ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 どういうこと。どういうこと。どういうこと。右も左も分かんない。ちょっと待って、分かんない。はい、ということでお時間でございますね。楽しかったですね。めっちゃ楽しかったです。やったら楽しかったわ。またもしかしたらこういう放送の機会があったらあるかも分かりません。以上、上田以外は思い出せずにいる彼が一体何なのかでした。はい、お送りしてきましたアニメ放送直前特番、魔法使い黎明期の黎明期。もうエンディングの時間となってしまいました。早いということですね。ここで改めて大事な情報をもう一度お伝えしておきましょう、
テレビアニメ魔法使い黎明期は TBS で4月7日木曜日深夜1時58分から、うん、BS11 では4月10日日曜日深夜0時からそれぞれスタートします、はい、そしてですね配信もございます、配信では D アニメストアにて4月7日26時30分から配信開始、4月10日26時30分からはアベマ、アマゾンプライムほか各種サービスにて順次配信開始となります。配信でもねテレビでもお楽しみいただけたらなと思います。ということでですね、最後になってしまうんですけれども、うん、アニメを楽しみにしてくださってる皆さんに一言ずつたくさんから言っていただいてもよろしいでしょうか。はい、改めまして工藤役の八代拓です。たくさん呼んでくれてありがとうございます。いや通じ合ってるわーオープニングとエンディングで何やってるの本当にもこの作品はですね、まあ、キャラクターの、ね、紹介をさせていただきまして、その魅力少しも伝わったかなと思うんですが、僕が好きなのは結構世界観だったりもして、この時代背景だったりとか、その中にはちょっと重いですけど差別だったりとか対立だったりとか、そういったこう誰が悪とかっていうわけでもないんですけど、その時代環境だからこそ起こるようなドラマだったり、なんでしょうね、戦いだったり、そういうのが結構面白くて、そういったところもなんか物語として一つ楽しんでいただけたら嬉しいかな、面白いかなというふうに思いますので、ぜひアニメ、放送間近ですけれども楽しんでいただければと思います。皆さん本当にありがとうございました。あとイキリトカゲって言わないでください。欲しがってます。欲しがってます。次はホルト役鈴代さん、はい、お願いします。改めましてホルト役鈴代さん、皆さんありがとうございました。放送前のこのタイミングでこうしてキャストの皆さんと特番ができるのがすごく楽しみにしていたので、今日本当にあっという間だったなぁなんて思いながらお話しさせていただいたんですけれども、本当になんかキャラ一人一人がなんかすごくそれぞれに思ってることだったりがあって、それをまとめてくれるそのロス先生だったりにもちゃんといろんな意図があったりとかして、なんかそういうなんか一人一人のキャラクターがちゃんとこう際立っていて、見ていて掛け合いも面白いですし、で今八代さんも教えてすごい髪型が感じちゃったから、トカゲとしか言えなくなっちゃった大丈夫、マジでホルトとクドウやおっしゃってたんですけれども、なんか本当作品自体もなんかやっぱり見ていて考えさせられるところがやっぱりあったりして、そういう意味でもなんかすごく見ていて魅力的な作品だなと思うので、ぜひね、もう間もなく放送も始まると思うので、初めからじっくり見ていただけたら嬉しいなと思いますので、本当にありがとうございます。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。では続いてロス先生、岡崎さん、はい、します。はい、改めましてロークリスタス役の岡崎美穂です。本日はこんなに楽しい特番だと思わずまさかの物落ちもさせていただき、ちょっと桜さんにはねちょっと心狭い思いをさせてしまったんですけど、本当に楽しかったです。このメンバーでアフレコすることが多かったんですけど、改めてなんかすごく心強いメンバーでアフレコさせていただいてるなと思いますし、やっぱアフレコしていてものすごくなんて言うんでしょう、まあ、ストーリーももちろんこう染み込んできますし、キャラクターへの愛っていうのが本当に深まっていて、もちろんロスはそうなんですけど他のキャラクターにもすごく愛情があって、皆さんもきっとアニメを見てくださると自分の推しができると思うので、ぜひ見ていただきたいですし、あとは、まあ、結構ねシリアスな部分をみんな背負っていたりはするんですけど、でも楽しむときは楽しむっていうね心も持っていますし、スコアロスがねちょっと前に筆頭になって、楽しんでいくので、このバランスの良さみたいなところですごく見やすい作品にもなっていると思うので、ぜひぜひ1話を見逃さずずっとずっと一緒に見守っていただけると嬉しいと思います。必見じゃ、ありがとうございました。ありがとうございます。はい、それではね最後に僕から一言言わせていただきます。改めまして声優役梅田修一郎です。本日は特番ご覧いただきありがとうございます。電気ケトル改め梅田修一郎です。で、ですね、僕演じるセービル君なんですけれども、まあ、本当に自分の記憶がないっていうこともあって、まあ、すごくそのいろんなことが、まあ、真っさらで、まあ、不安もあるでしょうし、まあ、なんか分からないっていうこともたくさん、もう全部が分からないっていうことなんだと思うんですけれども、僕自身もすごくこの作品、このアフレコ現場が初めてのこともたくさんあって、
なんかそのセービルが感じるいろんな知らないことだったりも、まあ、セービルを通して自分も同じように新鮮に感じたり、わからないっていうことを知ったりとか、まあ、すごくこうなんか他人なんていうのかな、あの本当にセービルが他人のように思えないというか、すごくこう親近感を持って、全然生きるところも感じることも起こる出来事も違うんですけれども、親近感を持ってすごく近くで、隣で近くにいるような感覚でマイク前に立たせていただいております。本当にこの素敵なメンバーの中で一緒に旅ができることを本当に本当に嬉しく思っております。そんな様子を早く皆さんに届けられる日がもう間もなくということで、すごく待ち遠しいなと思っております。ぜひセービルだったり他の好きなキャラクターだったり、どんなキャラクターでもいいので、同じ目線に立って一緒に旅をしているような感じでアニメを見ていただけたらいいなと思います。ぜひ魔法使い黎明期よろしくお願いいたします。お願いします。はい、ということですね。ですね、いよいよこの4月からスタートするアニメ魔法使い黎明期、ぜひお楽しみください。ということで、じゃあお別れの挨拶です。はい、すごい聞こえてる。お別れの挨拶です。わかりました。以上、はい、今日行きましょう。よし、以上、ここまでのお相手は、整備役、梅田修一郎と、ロークリスタス役、岡崎美穂と、ボルト役、鈴代さゆみと、工藤役の八代拓でした。バイバーイ。生きてた。生きちった、出ちゃった。生きりが出ちゃった。